ベスパさんのこちらプリマベーラ125とこちら LX125 のスクーター2台を乗り比べしました。ということで私なりのインプレッションをしていきたいと思います。こちら LX125 なんですが、最初ね乗ってで出発しますってなってこうアクセルを開けた時、ちょっと最初ね初めて乗ったんでドキドキしながらアクセル開けたんですけど、加速が本当にしっかりしていて、私ちょっと口を悪く言っちゃうと舐めてたんですよ。なんでこう思いのほかしっかり加速してくれるから正直びっくりしました。こう30キロ40キロぐらいまではかなりしっかりすぐスムーズに加速してくれたので、こう開けすぎちゃうとむしろ体置いてかれちゃうんじゃないかなってぐらい加速してくれて、あもうそれだけでこれ楽しいかも今日っていうのをすごい思いました。そしてですね、もうちょっとスピードを出して、まあ、60キロぐらいとかになっていくと、とってもスムーズにこう他の車のスピードに追いつくこともできましたし、何よりスピードが乗れば乗るほど、車体重量が、114キロなんですよ。あの軽さをすごい感じました。まあ、取り回しでね、軽いのはこう見た目通りなんですけれども、スピードを出すことによってよりこうアイスリンクの上を滑ってるかのような感覚なんですよね。スクーターならではのトルクの滑らかな感じが本当に心地よくて、アクセルを開けてもこの車体から感じる路面の接地感とかもすごく滑らかに感じるんですよ。だからこうちょっと不思議な感覚になりました。なんか今まで感じたことないような乗り味で面白かったです。続いてシートなんですが、今回このシートここはスマートにスリムに削られているんだけど、この先端のところはしっかり主張があるんですよね。そうすることによってこう乗った時になんか足元がちょっと太ももの内側がスカスカしててちょっと不安だなみたいなことが、なんかそのスカスカ感の不安感を少し取り除いてくれるんですよね。実際乗ってみてこんな感じなんですけど、意外と太ももの半分ぐらいまでここがしっかり出っ張ってくれていて、で下がりすぎていないからこそその安心感を生んでくれるし、さらに出っ張ってでしっかり主張はあるけれど細くなってスリムになってるから、こう今ちょっとねセンタースタンドかけちゃってからあれなんですけど、足ついた時にも下ろしやすいっていうのはあると思います。ここがすっきりしているので太ももがこう外にこうやって張り出さなくていいのは、街乗りで信号とかで止まった時、そういう時とかにまた発進する時とかのスムーズさにつながっていくと思いました。そしてタンデムグリップなんですけど、ここちょうど私でも全然手が届く場所にありますし、これね握りやすいのはすごい安心感あって、いやタンデムするときめちゃくちゃ便利だなって思います。ベスパさんのデザインはこう丸みを帯びていて、とても女性らしいというか柔らかい雰囲気がすごく特徴だと思うんですけど、この LX125 はそれがより出ていて、このプリントしたフォルムもスズメバチのお尻のようで、車体の長さもより短くなったことから、それがより強調されてるんじゃないかなと思いました。そしてこのボディなんですが、ちょっと叩くと分かるんですけど、こちら金属でできているんですよ。他のねスクーター実際見たりねすればわかると思うんですけど、そちらはプラスチックでできているんですよね。そうするとやっぱね塗装をこうした時に色がやっぱりこっちの金属の方がすごい綺麗に出るんですよ。なんでそういうところややっぱりこうねもう生でね見ると、映像でもきっとわかると思うんですけど、このね金属感の方がよりなんか高級感があふれ出ていて、そういうところもやっぱりこうねよりエレガントなこうバイクに乗っているっていう、そんな自分もすごい楽しかったりしますよね。そしてもう一台はこちらプリマベーラ
125ABS です。はい、こちらですね、先ほど紹介しました LX125 と同じエンジンを搭載しています。だけどね、ここまでこんな風にね、2つのこうキャラクターを分けているのはとてもすごいと思いました。ですね、こちらちょっと LX よりもシート高は若干下がるんですが、少し車体の重量は重くなっているんですよ。その分なんかこう加速時とかにより落ち着いた印象を受けました。決して加速が遅いとかそういうわけじゃないんですよ。大人な車を運転してるような、なんかそういった印象でより安心感が増しますね。スクーターって普段乗らないんだけどなみたいな人、バイクに初めて乗る人でも、運転しやすいっていうか、こう落ち着いて安心してアクセルをしっかり開けられるっていうのはあると思います。そしてですね、こう曲がるとき、例えば大きな交差点で右折をするときなど結構大きく旋回しますよね。バイクをちょっと寝かせてるときでもしっかり加速をさせることができるっていうのはちょっと私の中では驚きでした。なんか125なのに、しかもスクーターなのに、ここまでしっかりちゃんと走れるんだって思います。デザインなんですが、こちらフロントのところのこちら、通称ネクタイと呼ばれているステアリングコラムカバーなんですが、ここのデザインがこのプリマベーラは新しくなっていまして、よりなんかね、 LX とちょっと見比べてみるとよりネクタイ感が出ているというか、なんか少しかっこよさがなんか増してるんじゃないかなって、こうさっき言った乗り心地も大人っぽく感じたって言ったと思うんですけど、このデザインでもなんか大人っぽさを感じさせるような、なんかこう統一感もまたいいなって思います。しっかり LED ライトを持ってきているところも、やっぱりね、こう常にこうベスパさんも進化していってるんだなって感じます。こちらシートなんですが、LX125 と違ってこの先端がなだらかなんですよ。 LX の方はちょっとねこう尖っていたと思うんですけど、こちらなだらかに下に落ちていて、それがどういいかと言いますと、街乗りでねこう降りるとき、例えば信号で止まるときとかは前に足をつくじゃないですか。その時にこのナチュラルに下にスッていけるんですよ。それがすごいこの止まる時のストレスをなくしてくれていて、発進するときいちいちこうやってうんしょってやってたら、せっかくこんな素敵なバイクに乗ってるのに、そのずりずり後ろに下がる姿ってちょっとかっこ悪いじゃないですか。そういうのをなくしてくれてね、こんな素敵なバイクに乗ってるんだったら乗り姿もとかね、もうよりエレガントに乗りたいなって思いますよねきっとそうだと思うんですよ。なんでその時にこうスッとこういけるっていうのがこのシートのいいところだなっていうふうに思います。あとですね、ぜひ紹介したいことがあるんですけど、こちら収納です。ここのね、こう押すとよいしょ、ここがまず開くんですよ。ここにUSB の給電ポートがここについてるんですよ。これは LX も同じですね。で、こっちに関しては ABS の方もこっちに、ここに、ここか、この右側についてるから、収納でいうと LX のがちょっと大きいかな、このフロントのところだとね。で、このプリマベーラ、ここのボタンを押しますと、なんとこちらシートが自動で開くんですよ。じゃーん。そしてなんと、普段ねすることないとは思うんですが、ここ取れちゃうんですよ。そうするとここエンジンとかが丸見えなんです。こうやって取れることによって整備とかもここでできるので、実際に自分で整備する方なんかはここをこうやって外して整備してください。ヘルメットのを収納するのにすごい優しい作りになっていて、もしねヘルメットをここにしまってシートを閉じた時にヘルメットが傷つかないような作りになっています。
私今回ベスパさんに初めて乗らさせていただいて、でいろいろねご質問させていただいて知ったことなんですけど、あのベスパさんもともと飛行機を作っていたと。で戦後このね飛行機を作る技術を生かして新しい乗り物を作ろうと。でその中で女性も乗れるものということでこのスクーターができたということなんですね。なんでこうねやっぱこうまたがらずに乗れるっていうのってこうスカートでも乗れるじゃないですか。なのでこうねわざわざこうつなぎとか着込んだりとかして肩するんじゃなくてこう肩肘張らずもう今その場にいる格好のままで乗れるっていうのがとっても素晴らしいですよね。そのスクーターを作ってる70年以上のもう歴史がありますベスパさんなので、本当にねこう歴史が詰まっていますよね。そのベスパさんのロゴが本当に至るところに散りばめられているんですよ。まあ、例えばこのハンドルのグリップですね、ここにももう一周書いてあるし、このメーターのところにもロゴ入っていて、でフロントもありますよね。で他もうないかなって思ったらこのフットボードのこの真ん中のところありますね。であれもうないかなって思ってるとここにもあってそこにもあってでここフロントのねタイヤのねあのフレッキンのところもあって本当に至るところにあってもうなんかそれすらもなんかこう可愛らしくてどんどん愛着が湧いていってしまいます。はい、ということで今回私なりにベスパのプリマベーラ 125ABS と LX125 を、インプレさせていただきました。いかがでしたでしょうか。最高ありがとうございます。ということでですね、最後にこちらちょっと紹介させてほしいんですけど、なんとこちらベスパの純正のヘルメットになります。今までね海外では発売されていたもののなかなかね日本では基準がとかもねあって発売されてなかったんですけど、だから今まできっとベスパ乗るときどのヘルメットにしようって悩んでた人多いと思うんですよ。今回私が被ってたこのヘルメットも純正でして、他にもねたくさんデザインありますので、ぜひね皆さん発売されたばかりですので、ねいろいろな自分の持ってるベスパのカラーと合わせて純正のヘルメットも、合わせるのを楽しんでみてください。私もね今回なんと洋服4着から持ってきたぐらい、なんかどの洋服に合わせようとかすごい考えたし、そうやっておしゃれをなんだろう普段の洋服でのおしゃれができるバイクってなかなかないと思うんですよ。それを叶えてくれるのがベスパだと思います。そしてですね、肩肘張らずとは言ったものの、走り出してしまえば本当にねこの自分の乗りたい気持ちにしっかりと走りたい気持ちに応えてくれて、そしてこのベスパのこう乗り味というか、そのねただただ運転するんじゃなくてそのベスパ自体と一緒にこう楽しくバイクでねライフスタイルを楽しんでもらえたらなっていうふうに思います。なのでこういうふうにおしゃれもできて、で生活にも密着しててでもしっかり走れて楽しめて、もうそれを全部含めてがベスパなんだと思いました。きっとね私今日一日乗っただけでもう愛しちゃったんで、このね愛が皆さんに伝わって皆さんもぜひベスパに乗ってより自分のこのライフスタイルを一つランクアップさせてくれるのがベスパだと思います。